その1個の結実したのがこの2019年12月18日の地裁での勝訴なんです。でその翌日に山口氏がこのような記者会見の場で、伊藤詩織さんがそこに駆けつけている場で、嘘つきの常習者であるということをその場で言い放つっていうのは私にはまあ、耐え難いことですし、またその以前からその山口氏という自分に性加害を行った人物の不服の記者会見の場に伊藤さんが来るっていうことも本当に強い人だなって、もうなんていうかまっすぐな人だなっていうことに感銘を受けて、私自体はどっちかというとそれを知らせたかったですね。こんな人がいるよっていう、うん、それに引き換え山口はっていう、まあ、そういうことですね。